どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回はポケットモンスターウルトラムーン実況、こちらをやっていきたいと思います。はい、ということで2週間ほど空いてしまいましたが、今回もねパート3やっていきたいと思います。いや本当にね、見てくださった方お待たせして申し訳ございません。まあなかなか見てくれてる方いないと思うんですけどね、もしね待ってくれていた方いたら本当に申し訳ないです。で今回からのちょっとね変更点なんですけど、基本ね上画面だけを録画していこうと思います。でなんか必要な時になったらね、そのバトルシーンとかになったら、まあ下画面も映していこうかなという感じでやっていこうかなと思います。で動画時間は1本ね20分程度を考えてますかね。うん、まあそれをねポンポン上げていけたらいいなと思っております。はい、ってことでやっていきましょう。前回ハウオリシティについてところからね始まるんですけど、なんかねこちらシールがあるのでね、こちらちょっとなんかたくさん拾っていったらいいみたいなんで、こちら拾っていきましょう。ミヤノワはヌシエルをきれいに剥がして手に入れた。よくできました。はい。あ、なんか5枚集めたらなんかいいことあんのかな。そう、なんか今マグマ団のマーク書いてあったけど、なんか今後ね、そのなんだろう、敵さんと戦うときになんか必要になってくるのかな。わかんないんで、とりあえず集めていきましょう。ってことで僕の方では下画面が映っているんですけど、目的地に行ってみましょう。下のね、多分こっちだと思うんですけど、フラッグの、おい邪魔だよそんなこと言っちゃダメですよ。この辺にねなんかポイントマークついてるんで行きましょう。お、来た。お、宮野はここだよ、美味しいもの。2週間空いてるから全然覚えてない。あ、そうだ、なんか美味しいお店に連れてってくれるんだっけ。マラサダ食べればポケモンと仲良し、仲良しポケモン勝負でいい動き。嘘、あ違う、とにかくポケモンが可愛くてマラサダあげちゃうんだよね。よよよどんな喋り方。挨拶なしが俺たちスカルダンの挨拶。お、スカルダン登場かな。よよよよ、来ましたねスカルダン。出た、このダサいポーズ。お前らの島巡りの証、俺たちにくれないっすか。あー、スカルダンでしょう。ヌシールを剥がしてるポケモンを奪おうとしたり、島巡りの邪魔してばっかりの。うるせえ、島巡りなんか存在も望むやつもまとめて嫌いだよ。挑むやつだね。一応やるっすか。宮野は俺島巡りの邪魔するスカルダンやっつけるね。了解。あれ、携帯が倒れた。行きましょう。戦闘でいいのかな。どうすりゃいいの。ああ、なるほど、こっち戦えばいいのか。俺がポケモンを使い、こんなすごいとこ見せてやりますか。ってことでスカルダンと戦っていきましょう。すごい独特な喋り方してるけどね。シャキーン。さあ、では2週間ぶりのバトルは最初スカルダンということで、スカルダンのスタッパが勝負を仕掛けてきた。ズバッと送り出した。すごい、なんか今モンスターボール、サファリボールみたいな感じ。行け、イワンコ。そうで、前回の動画からね、若干裏でねレベル上げしました。レベル15になってますと。じゃあ、バトルシーンなんでちょっと、じゃあこうですね。はい、行きましょう。まずはそう、雷の牙を覚えたんですよね。雷の牙、これ効果抜群でしょ。ワンパーンチ、最高。これがね鍛え上げた僕のイワンコフですよ。55経験値、全然経験値も入んないからねワンパンで終わった。マジっすか、終わりっすか。宮野は賞金として288円を手に入れた。安い安い。昨日カラオケで2600円使ってしまったんですよどうでもいい情報ね。お前がポケモンを使いこなすすごいとか見られたのですか。ん、見せられたのですかと。おい相棒、なかったことにしてずらかるぜ。へ、島巡りの証なんか頼まれていりません。ってこと。バイ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 。スカルダンって暇なんだよね。誰かの島巡りを自慢したって、自分は島巡りをこなしたことにはならないのに。本気のじいちゃんに勝つぞってポートエリアで叫んでたし、次はヌシールを探すかな。じゃあまた会おうね。どうやらヌシールをたくさん集めていくのがいいことらしいですね。イリマ、スカルダンとの勝負見させてもらいましたよ。君もポケモンお疲れ様でした。ありがとうの気持ちを込めてポケモンを元気にしますね。大丈夫です、もう PP1 しか減ってないから。さてと、トレーナーズスクールから君たちが気になっていました。福井博士が連れてきた君をポケモンと力を合わせあっさり先生に勝ちました。実はね一回死んでるんですけどね。はい、ポケモン、僕の試練に挑めるかチェックさせてもらいます。ってこと。はい、まさか連戦かな。
あ、それで回復させたのね。キャプテンイリマが自慢するポケモン土地、ご覧あれ。まさかの連戦っていうね。ちょうちょう2週間のブランクを、こう連戦されても困りますよ先輩。キャプテンイリマが勝負を仕掛けてきた。初のキャプテン戦ですね。ヤングス、ヤンガーですね、ヤンガー。さあ僕は相変わらずイワンコフかな。行きましょう第2戦。おー、レベル10。さすがにキャプテンともなるとそこそこ2桁持ってきましたね。まあでも僕はこんなものには屈しませんよ。岩落とし、イワンコフ、岩落とし。ああ、ワンパンとはいけませんね、さすがに。睨みつける、ヤンガー。防御が下がった。まあまあまあ、まあ、噛みつくあたりでね、とどめを刺しましょう。イワンコフ噛みつく。あっ、やるじゃないか。ああ、無駄な出費。痛い痛い。なんか噛みつくでね。食べついてやりますよ。で、ヤングースは倒れた。ヤンガー。70経験値をもらった。学習書をつけてもらったと。どうぶ、あこいつ、2体戦って、2体戦って ?2 体持ってやがった。ドーブル。懐かしいな。あの、エメラルドとかでね、殿堂入り後に行けるやつですね。なんか洞窟ゲットできた気がする。あれ止まってる。気のせいだった。なんか今画面止まってましたんで、すいません。雷の牙。おー、強い。やっぱ雷の牙強いですね。じゃあまあ、噛みつくで、終わらせましょう。あ、水鉄砲、待って。やめてくれ。嘘。おー、耐えた。さすがイワンコフ。やっぱイワンコフ違いますから、他のイワンコフと。イワンコフ、他のイワンコフとね。危ない。結構ギリだったね。はい、君の勝利ですね。ね、こいつ偉そうに。俺の勝ちだよ。謎のうなずき。君は、いえ、君たちは面白いチームですね。ぜひとも茂みの洞窟での試練、その名もイリーマーの試練に挑んでください。あ、自分の名前つけちゃってね。場所は2番道路の先、ロドムズ館を見てくださいね。では、アローラ。マジインテリぶってんな、こいつ。この間動画外でお前の家行ったけどね、すっげー豪邸だった。はい、ってことで、じゃあ、なんだっけ、茂みの試練だっけ、そこに向かうのかな。上画面だけにしましょう。え、なんかポートエリアだ、なんちゃかとか言ってなかった、おじいちゃんが。あはは、カイロスがなんか、カイロスじゃねえな、カイリキーか、仁王立ちしてる。あれ？てかこんなとこなかったよね、そういえば。何これ。こちらアローラフォトグラフクラブか。へえ、こんな施設なかった気がする。空き地だったよ多分、気のせいかな。ポートエリアには行くわけではないのかな。違うね、うん違うね。ここカットかな。さあ、ってことで走っていますが、こっちの方ですね、茂みの洞窟。お、来た、リーリー、宮野さん。私、よく迷うんです。道もわからなくなるし、服も買えなくて。いよいよ島巡りの試練に、茂みの洞窟に向かうのですね。古い本に書かれていました。なんでも、昔の島巡りは、守り神さんと戦う強さを身につけるための旅でもあったそうです。カプコキコさんに、ポケモン勝負が好きだとリリータウンでも聞きましたよね。カプコキコさんに会えたらどうして宮野さんや藤雲ちゃんを助けてもらえたのかわかるのでしょうか。ビューイー。あの、これ元気のかけらといって、瀕死になって倒れたポケモンさんに使ってあげると元気にしてくれるんです。元気のかけらを受け取った。3つもらえた、ありがとう、太っ腹だね。宮野さん、試練頑張ってくださいね。私も応援しています。いや、そんな応援されたら頑張っちゃいますよ。とりあえず2番道路に向かおうらしいです。あー、なんか、おっさん。うん、もう、おー、宮野は、今沈めたところだ。そうだ、前みたいにケントロスに触れてくれるかな。嫌です。止められた。宮野は、前みたいにケントロスに振られてくれるかな。振られて。しょうがねえ。さてやるか。宮野は、あ、回しは聞いた聞いた。鼻先をつつく、前足に触る、角先に触れる。うん、角先に触れてみる。
怒られてない、怒られなかった。これ何選択しても怒られないのかな。君のポケモン好きが伝わるのか、ケンタロスも喜んでおりますな。それにしても島巡りをしたがるケンタロスにこの腹ハラハラしますな。自分の名前でダジャレ言っちゃうところね。いや面白いおじさんですね。動き出した。おお、この腹と追いかけっこですな。島キング負けはせぬ。こういうところちょっとやっぱ子供と似てますよね。子供と似てるんじゃなくて、こっちが似てるのか、ハウが。おお、てことで来ましたよ。これあれか、なんだっけ、一周できるところか。行きましょう。今日はバトル会かな。このおじさんに喋りかけてみようか。おっさん、お、なんだ。2番道路の草むらが揺れていたら気をつけろよ。中にトレーナーめがけて近寄るポケモンがおるんじゃ。しかもじゃよ、戦った後道具を落とすこともあるんじゃ。うん、なるほど、いい情報。お姉さんと勝負はしないで。あー、なんかあそこにいますね。あいつは虫かな。お姉さんと勝負するか。今日じゃ勝負会かな。ようこそ島めぐりさん。お姉さんを倒す試練、あなたにこなせるかしら。やってやろうじゃん。ででパー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 って、大人のお姉さん花見が勝負を仕掛けてきた。いいね、なんかエリートっぽいね。お、アプリ行け言わんこ。あ、そういえば回復しなくない。そういえば、あ、回復するの忘れてた。これやったね、やっちゃったわ。行きましょう。雷の牙、ワンパン。おー、惜しい。麻痺して技が出なくなった。まあまあ、岩落とし抜群だった。これもしかして妖精の風。あ、行った、行っちゃった。これピンチだね。まあでもピンチと言いつつもね、まあ、僕大丈夫なんですね。うんうん。にゃんちゅう、行ってこい。まあこれ効果抜群かな。火の粉、そうですね、やったぜ。68経験値、おお、レベルアップ、レベル16に上がった。おお、攻撃めっちゃ上がりましたね。にゃんちゅうは新しく二度蹴りを覚えたい。二度蹴り強そう、格闘だよね。まあ舌で舐める、汚いんで忘れさせようか。1,2 のボカンと。はい、にゃんちゅうは舌で舐めるの使い方をきれいに忘れた。二度蹴りを覚えたと。そろそろレベルアップじゃなくて、なんだっけ、進化するんじゃない。すごい、あなたどんな試練もこなすのね。すっげえ顔してるなこの人。吹けますよ。あ、レベルアップはまだそうですね。まあいいや、レベルアップしたんで、あのレベルアップしたら回復するシステムとか欲しいですよね。でもどんどん優しくなってるからね。こっちなんだっけ。おばあちゃん。あー、霊園か、こっち。あ、あったね、そんなの。まあ、こっちではなくて、まあ、子供の後ろを通らないで、まあ、勝負してやるか、しょうがねえから。相手してやるよ。エンジのエンジンが。あ、エンジのエンジン全開か。くっそつまんねえな。ごめんね。エンジのソータ。エンジのエンジン全開。エンジンのソータ不安定送り出した。不安定、懐かしいな。これあれ、谷間の発電所でやつね、ダイバーで。まあこれはね、あ、雷の牙じゃねえわ、ニャンチューだから。うん、どうしようか。二度蹴り、格闘って抜群じゃないよね。効果がない。そうだ、ゴーストタイプに効果ないんだよ、格闘。何してるこれ。これまたコメントで言われちゃいますよ。火の粉、おお、結構食らいましたね。まあ僕のニャンチュー鍛えられてるんでね、全然食らわないっていう。炎の牙、今日中に進化できますかね。いくつで進化するんだろう。誘爆出たよ、それ。キノコにしときゃよかった。これね、あのダイパの時、これもダイパの時なんですけど、あのなんだっけ、四天王のオーバーがね、フワーライド使ってくるんですけど、めっちゃやられてましたね、誘爆で。宮野は賞金として96円、いらない。あれ、お金大事だからね。あ、あんなところにシールあるよ。受け取る？
誰だこのシール貼ったの。これあれじゃない、なんか選挙ポスター剥がしちゃいけないみたいな法律引っかかるんじゃないの。俺多分捕まっちゃうよこれ多分。あ、止められた。海に近い、それが自慢のモーテルへようこそ。誰、私の魔剣館にはすごいだろ。海を見せたいからってお客さんを足止めするのさ。もっとも案内しすぎてモーテルは満室だがね、来た人に損はさせないよ。さあついてきなさい。急に喋りかけてついてこいって言われたんだけど、なんだこいつ。こいつは魔剣館にか、いましたねそんなやつ。ん、あーこっちか。あれ、ん、え、このおじさんだっけ。ほら広がるビーチ、名前はビッグウェーブビーチ。待って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 、こんなとこなかったよね、ウルトラサンムーン。あ、じゃない、サンムーンに増えてる。何こっち、おーすげえ。これか、これがなんだっけ、なんちゃらライドか、あの満タンに乗ってやるやつだよね。ビッグウェーブビーチ、ウルトラムーン、ウルトラサンムーンの新要素ですね。へえすげえ。うわー何これ、サーフスポットでは満タンサーフができます、一緒にお楽しみください。へえやる、ちょっとこれ今日これやって終わりにしようか。いやなんかバトル会とかいいっすね、マンタインサーフィンとかいうなんか謎の、えいえい、日本語かな。え、止まったんだけど、またん、お姉さん、ビキニのお姉さん、ようこそマンタインサーフが楽しめるビッグウェーブビーチへ。マンタインサーフとは名前の通り、マンタインの背中に乗せてもらい、サーフィン、つまり波乗りを楽しむレジャーよ。もっとも若い人がマンタインサーフで遊ぶならもっと鍛えないとね。ちょっぴり激しいレジャーだから、ちょっぴり激しいレジャーだから、また遊びに来てね。マンタインも首を、マンタインもない首を長くしまってるからね。もう遊べないのこれ、まだ遊ばせたお姉さん。あーなるほど、島巡りをなんかたくさんポケモン見ないとできない的なやつかな。んー、ナリア、ナリアってあれか、大木戸か、大木戸だね。はい、ってことでなんかまだね挑戦できないらしいです。あれ挑戦できんのかな。あー違うね、なんかバトルポイントか。まあなんか挑戦できなそうなので、お、何、お茶目な俺たちスカルダンにも満点サーフやらせようよな。言えなかった。どっから出てきた、そっから来んのね。お姉さん困っちゃうよ。ヨーヨー、あらスカルダン、あなたたちも乗れないのに、どうして乗れないのですか。もしかして子供に見えますか。だって、だって満タインの上で踊ろうとしてるし、いつも波にさらわれてるし、俺らのアイデンティティを捨てろというのですか。めんどくせえ、一応やりますかって、無理やり乗りますか。お、行っちゃう、行っちゃうのね。誰か助けて、満タインを守って。ヒーローは遅れて参上するもんだってばよ。行きましょう。そういえば下画面しか、下画面だけしないとか言いつつ普通にやってるわ。何見てんだ、あ、あ、あーってお前やるんすか、戦うんすか。先ほど負けた俺らの本気見せてやるとしますか。よし、じゃあお前ら倒して今日は終わりにするか。スカルダン第2戦、まさかのリベンジ。先がね見えないからね、どういうところで区切ればいいのかよくわかんない。まあ今日は君たちを倒して終わりますか。2回同じこと言ったね今。てかあれじゃない、ニャンチュしかいないよね。そう、4個やられてるからまずいねこれ。大丈夫かな。あーでも余裕余裕、全然余裕っすよ君たち。スリープのレベル9か。あ、スリープに当たんなかった、やるじゃん。回避率高そうだな、普通に命中率低いだったの。当たった、ワンパン、ワンパンチ、誕生必勝、史上最強のニャンチュですね。本当にワンパンだった、1体しかいなかった。ネタかなこれ。マジっすか、強すぎじゃないっすか。ムカつくのでイリーマの邪魔をするとしますか。そうだな、茂みの洞窟ならここから近いしな。おい、相棒がスカスカ知ってきている記憶に残るのだからな。本当に覚えておけよ。めちゃくちゃ噛んだの今。ありがとう、あなたのおかげで満タインも無事でした。さすが島巡りのトレーナーさん、お礼にいいものをあげます。美味しい水、イロハスかな。
あなたならキャプテンイリマさんの試練をこなし、島キングである原さんにも認められるわよ。その時はぜひ満タインに乗りに来てね。あーなるほどね、なんか島キング倒したら、満タインに乗らせてくれるっていう条件がついたのかな。今すぐ乗らせてくれよ、ちょっとお姉さんお願いしますよ、お願いしますよ。まあ、って言わずに、まあとりあえずね、じゃあまあ島キングを倒したらまたここに来ましょう。はい、ってことで、今回はウルトラムーン、パート3やっていきました。まあ、とりあえずね、スカルダン戦ってまたリベンジしてね、まあまた倒したので、ちょっと今回キリがいいのでね、この辺で終わりにしたいと思います。はい、ってことでまたね、パート4は、近いうちに、ほんとね、もうポンポン出していけるように頑張りたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のウルトラムーン実況、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。